どうもこんばんは、ジョルノです。さあ今夜も始まりました、動物万博昆虫パビリオン、芸術は爆発だ、自爆あり編、さよなら天さん。さあ、そういうわけでですね、このチャンネルでは様々な動物を紹介していくことで、一人でも多くの方にですね、動物に興味を持ってもらって、一種類でも多くの動物が絶滅の危機から救われることを願ってやまないチャンネルでございます。さあ今回ですね、アリがテーマなんですけども、皆さんアリといったらね、何をイメージされますか？某引っ越し会社ですか？皆さんアリのこと舐めてると思うんですけど、アリめちゃくちゃ力持ちですからね。人間でいうと 1.5 トントラックを持ち上げるイメージです。めちゃくちゃすごいですよ。で、世界には1万2000種類ぐらいのアリがいるんですけども、その中で、まあ、めちゃくちゃ面白い生態を持ったね、この自爆アリを今回紹介していきたいと思います。それでは、自爆アリの生態、いきましょう。自爆アリは8目アリ科に分類される昆虫の仲間です。体全体は赤黒いイメージで、体長は 0.5 センチと小柄なアリです。ちなみに世界最大のディノハリアリになると4センチぐらいあるので、もうちょっとしたクワガタですね。1974年にマレーシアで発見され、現在でもマレーシア、ブルネイの熱帯雨林に生息しております。主に背の高い木の穴の中に住んでおります。ミツバチとかと同様に女王を中心としたコロニーを形成しております。食性は肉食性で、死んだ昆虫や魚、あと果物なんかね、食べたりします。で、まあアリにはね、アリ食いだったりね、アリ地獄とかいろんな天敵いると思うんですけども、アリを食べるアリっていうのもいるんですよね。そしてその捕食対象は自爆アリも例外ではありませんので、他のね、アリに狙われた時にある面白い行動に出るんですね。もうサムネとね、名前から隠しきれないのでね、言います。こいつは自爆します。知ってましたよ、そんなことは知ってました。でもすごくないですか？そんなチャウズみたいなことします？16号でもできなかったのに。ではなぜ自爆アリは自爆をするのかっていうところなんですけども、もちろん巣や仲間を守るためなんですが、まあ、むやみやたらにね、自爆したりはしません。敵がね、おい、なんか小さいのがいるぞ、食べようぜっていう風に攻めてきた時にね、まずは顎で噛みついたりして攻撃をします。しかしそれが全然効かずにね、女王が狙われてやられそうになってしまった時は、さよなら女王様、どうか死なないでと自爆します。で、これは爆発の爆風で相手をやっつけてるわけではありません。毒を作る大顎腺が他のアリよりも非常に大きく、全身が毒袋のようになっており、そこで非常に粘着性のあるバンジーガムのような毒液を作ります。それを腹筋を収縮することで爆発させ、相手に浴びせかけて動けなくして道連れにするんですね。そしてこの毒は粘着性だけではなく、腐敗性と刺激臭の追加効果に加え、警告フェロモンで味方に敵臭を知らせることもできます。この爆発は 100% 自分の命を落として仲間を守ることから、別名で神風アントと呼ばれております。かっこいい。で、もう一つの呼び方で爆弾オオアリっていう風に呼び方があるんですけども、テラフォーマーズね、見てる方はね、こっちの方が馴染みあるんじゃないでしょうか。このね、爆弾オオアリとね、もう一種類のアリ、世界一ね、刺されると痛いって言われるパラポレラっていうアリがいるんですけど、まあ、そのね、能力を持ったね、超美人のね、改造人間が出てくるお話です。興味ある方はぜひ。で、パラポレラの話が出たので、まあ、ついでにね、生態だったり、こいつにまつわる変態たちのね、話をしていきたいと思います。パラポネラは8目アリ科サシハリ属に分類される体長約3センチほどの大型のアリです。ニカラグアからパラグアイまでの南米低地タウリンに生息し、最大の特徴は刺された時の痛みです。こいつに刺されると銃で撃たれたような激烈な痛みが24時間続くことから、別名でバレットアントとも呼ばれております。そしてこの痛みのレベルを示すものに、シュミット・シトツ等数指数、まあ、略してね、シュミット指数というものがありまして、これはアメリカ・アリゾナ大学の昆虫学者ジャスティン・シュミット博士が自ら1000種類以上の虫に刺され、その痛みのレベルをですね、ワインのテイスティングをするかのように4段階に分類したものになります。彼曰く、ヒアリはレベル1、チクッとくる軽い痛みだそうです。暗い部屋でカーペット周りに敷き詰めてある画鋲を足で踏んだぐらいの痛みっていう風に例えてますね。いや、結構痛いよ。そしてあのスズメバチですらレベル2で、ハロウィンの飴を舐め続けると飽きるように退屈な痛みだと言い張り、世界最大クラスの蜂、オオベッコウバチになるとさすがにレベル4、ドライヤーをバスタブに落として電気ショックを食らったぐらいの痛みと言ってます。いや、もうしんどるがな。そしてなんとパラポネラはこのオオベッコウバチのレベル4を超えるレベル4プラスを叩き出しており、
最高の痛みを持っていると言われています。シュミット博士曰く、目がくらむような激烈な痛み、かかとに三寸釘を打たれたまま燃え盛る炭の上を歩くような痛みだと言われております。もうわからん。もうさっきの電気ショックの方がね、やばそうですけどね。とにかくめちゃくちゃ痛いということだけはお分かりいただけたでしょうか。そしてとんでもないことに、ブラジルの先住民族で戦士となるための通過儀礼として、パラポネラが大量に入った手袋に手を入れて10分間ぐらい耐えるという恐ろしい儀式があります。しかも両手です。これはバレット&グローブと呼ばれておりまして、1回だけではなくて何年かかけてトータル20回やるそうです。もうね、ド変態です。そしてこのような自己犠牲を行う生物は自爆アリだけには限られません。他にもモンゼンイスアブラムシは、ムシコブという家を壊された時に自らの命を削って自分の体液で家を修繕するというとんでもない建築家がいます。ステイオアライフですよ。ライフじゃ。またムヘイシロアリは自爆アリ同様に、敵が攻めてきたら自爆します。そして年功序列で毒の量が多くなるので、爆発するのは必然的にジジイです。働きアリは、メスなのでババアです。ババアはメガンテを唱えた。そして自爆アリには、先ほど話をした特攻していく働きアリだけではなく、自分の巣に外敵が入ってくるのを防ぐため、巣の出入り口を頭で塞ぐドアキーパーというポジションもいます。敵が攻めてきてですね、特攻隊がですね、ドアキーパーあとは頼んだと爆発していった後にですね、それをね、免れて生き残ったやつが巣に攻めてきた時、ここでドアキーパーの出番です。俺は俺の責務を全うするとね、巣の入り口を頭で塞いでね、ここにいるものは誰も知らせないという感じでですね、守っていくんですね。そしてね、敵がね、巣穴が見つからないぞと戸惑っているその反対側に再び特攻隊が現れて爆発します。そしてその反対側、ドアキーパーが誰も知らせない。そしてまた反対側で特攻隊が爆発。そしてその反対側でドアキーパー、もうええわ、帰るわ、気分が悪い。こうして巣穴を防ぐドアキーパーと特攻隊の爆撃によってですね、多くの仲間を守っています。僕が動画を一人で撮影しているこの時も、皆さんがね、動画を見ているその瞬間も、今まさにね、マレーシア・ブルネイの熱帯雨林ではね、壮絶なバトルが繰り広げられているんですね。あなたは大切な人のために自分の命を捧げることはできますか？ジョルノの箱舟。はい、皆さんいかがでしたでしょうか？なかなかね、小さいのにパワーあるアリですよね。これね、研究もっとしたいんですけども、これ、ね、研究者がね、触ろうとすると自爆してしまうので、なかなか研究が進まないみたいですね。で、これ自爆アリ関係ないんですけども、まあ、アリでね、思い出したんですけど、僕100歳近くになるおばあちゃんがいるんですけど、おばあちゃんがですね、僕が小さい頃、昔ですね、命は大事だと、命を粗末にするなと、これね、言いながらですね、まあ、ありがたい話をしていただいてたんですけどもね、まあ、目の前にいるね、アリをですね、大根おろしかのようにね、すりつぶしながらね、もうそういうね、ありがたい話をコンコンとね、僕にしていたっていう恐怖のね、エピソードを思い出しました。悪い人じゃないんですよ。いいおばあちゃんです。そしてね、皆さんずっと気になってたと思うんですけど、こいつがね、自爆している映像出せよと、ね、思ってましたよね。ないんですよ。全然見つからない。めちゃくちゃ探したんですけど、もう全然なくてですね。なのでね、マレーシアに住んでる人ですね、この爆発する瞬間の動画持ってたらね、ぜひもう送ってください。お願いします。はい、こんな感じですね。これからも様々な動物紹介していきますので、面白いよと思った方はですね、チャンネル登録、グッドボタン、ベルマークの登録よろしくお願いします。ツイッターもやってますのでね、遊びに来てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。